guys, welcome back to my channel. This is Maria Ozawa, and today I have a special guest today with me, and his name is Hiro. Yay! So today it will be our first interview kind of YouTube, and it's my very very first time doing a call up like this, and I'm so happy that he's here with me. And so the questions is on the board, and let's get started. イエイ。楽しみ。はい。ありがとうございます。やったー。オッケー。そう、じゃあこれが質問がそちらに書いてあるので、一個ずつ読んで質問答えていきたいと思います。まず1問目、紹介。2人の紹介。2人の紹介。ゆう、自己紹介。はい。紹介をしてください。はい、初めまして、ひろと言います。イエイ。はい。これ以上の紹介ありますか？ あります。あと、何ありますか？ね、ね、はい。え、エイジとか。じゃあ年齢は36歳になります。36歳。趣味は、トレーニングすることが好きでございます。お酒。お酒は好きですか？飲みますね。はい。皆さん前回、結構前ですけど、飲み物飲み比べみたいな動画があって、リンク貼っときます。 そこで一緒に初めてコラボしてね、飲み比べちっちゃいボトル飲み比べ、物の10秒で真っ赤になった、あの、懐かしいですね。そうそうそう。じゃあ次行きましょう。次の質問、知り合ったのはいつ？大体2年、3年ぐらいですか。3年ぐらいですか。どういう衝撃的な降臨なく。 違うの？フォーリンラブではなかったね。なかったね。それよく言われるもんね。ラブアットファーストサイト。ではなかったけど、すごいメモリアルな日だったよね。出会った日は。あって、少しだけ飲むって話になって、あ、そうそうそう、飲もうよってなって、知り合いのバー行ったんだよね。そうそうそう、友達のバーに行って、で、飲みましたよね。 飲んだ。で、気づいたら何ですか？次の日の朝。10何時間後。飲んだんだよね。飲んだ。そう、それがでも一番あれだったんじゃないですか？衝撃的だった。衝撃的な出会い方ではあったよね。そう。酒飲みだったんです。あんたもね。そうですよね。いきなり、その、あ、じゃあバーかって言って、バーって。で、そのバーも早くに開けてくれたんだよね。そうそうそう。お願いして。 で、会います。で、その変な、こうなんていうの、ぎくしゃくもなく、みんな仲良くしてくれて、で、じゃあ飲もうか、イェイ、乾杯みたいな感じで、1、2、3、4人で飲んだんだよね。で、その1、2時間で帰るはずが、仕事だったしね、その時だってね。じゃあ帰るかってなると思ってたら、で、後々、ヒロ君もさ、なんか、 気まずいとかつまんなかったらもう先に帰ってさっさとみたいなこと、後々言ってたもんね。そうだね。お互い何のイメージしていいか分からなかったからね。で、それで会って飲んで、バーの子たちともすごい意気投合できたと思うし、私は。で、すごいめっちゃ面白いやついるやん、みたいな、なって、多分お互い。めっちゃ飲むじゃん、みたいな。で、なんかバーで飲むから、バーのお酒飲むかと思ったら、コンビニからなんか、 ロング缶10本ぐらい買ってきて、これも飲むぞってなって、しっかりそのロング缶10個飲んで、焼酎、テキーラ、シャンパンみたいな感じで飲んでて、夜中ぐらいから移動して、でまたそのバーに戻って、気づいたら5時、6時とかで人も増えてってたし、 衝撃的な。それが出会いじゃん。それが出会い。で、そっからその日も飲んで。あ、その日は飲まなかったのかな？その次の日飲んで。多分死んでたんじゃない？あなたがね。あ、僕が死んでたの？僕死んでた。あれ？じゃあ、あなた死んでた？いや、私も、その夜、よし、次、じゃあ、どこ飲み行こうかなみたいな。で、結局多分会ったのかな？の店行ったのかな？覚えてないけど、 その日から。え、合ってる？合ってる。それ、もう、ぐだぐだで、ながら死ぬといくみたいな。あ、行ったよね？行ったよ。ちゃんと行ってた。だから、じゃあその日じゃない、その2日後？
またいで次の日、うんうん、もう飲んだと思うし、うん、そこからずっとロングコースで飲み続けたよね。そうだね。だから結局出会った日からずっと一緒だよね。ずっと飲んでる。うん。飲み入り方だね。飲み込もうってさ。で、周りの友達と紹介し合ってもみんな、イエーイみたいな感じだった気がする。そうだったな。ね、うん。そうだったかもしれないね。で、面白いってなって、酒飲み。うんうんうん、酒飲みいいね。すごいファンキーな人だよね。ファンキー、うんファンキーだったじゃん。ファンキーじゃない。あ、本当。うん、なんかいろいろとファンキー。私もファンキーなやつ来たなと思ったよ。あら、おかしいね。だってすごい V ネックのなんかピッチピチの V ネックの、しかもタンクトップの冬よ多分。で、冬前か。春冬ぐらいじゃない。だって冬が終わって、春かな、春になる頃か。なのに、チピチの黒のタンクトップにジャケット着て、こう V ネックが入れ墨ガン見えるし、うん、やばーとかって、もなんか、どうなんか、替えが合うからね。その説明じゃなくて、それに上に羽織ってたでしょ、ジャケットね、うん。いや、そうじゃん。で、ピチピチの、あの、黒のジーンズ。スキニーパンツね。スキニーパンツ、そう。でも、それが服だったよ。そうなんだよ。だから、それを初めて見たときに、大丈夫かなって思ったけど、今思い返せば私も初金だったし、うん、なんかグレーの髪の毛もしてたよ。あ、グレーも、うん、グレーだったかもしれない、うん、その時は、うん、そう、お互い印象ビッグ的に。そうだね、なんか派手な人だったね。派手だったかもしれない。が紹介かなんだ。そうだね。そこからみたいな、うんうんうん、感じです。じゃあ次、どこの部分に惹かれた、互いに。どこの部分にってなると、でもさっきお話しした、うん、あのあれが合うよね。あの木というか、そうだね、飲む、なんて言うんだろう、なかなかいないじゃん。なかなかいない。12時間半日飲むような人いないし、まあ、しかも初日ね。そうね、うん、で、そこからまた、何日経ってまた飲んで、で、また同じような飲み方するわけでしょ。あ、確かに。それ、その、男友達とはできるかもしれないけど、女性とはなかなかできないじゃん。まあね。できなくない。だから気狂ってないと無理だ。異性とできることと同性とできることで、うん、まずロングで飲むのは、同性としかできないのは確かに私もイメージ一緒かも。そうですね。うん。うんうん、なんかあんまりできないじゃん。うん、でも、それを初めてした人じゃん。確かに、初めてした、ハーフの人。うん。って感じ。ハーフの人って感じ。だから僕が。それが印象。それが。じゃあ、まず最初に、その今はもう知ってはいるけど、うん、その名前っていうのを僕は知らないわけだ。ああ、そうだね。そう。あ、そうだね。ただの外人の金髪が来たと思ったもんね。外人の金髪。って言ってたよ。まあでも、そんな感じで、ハーフの。女性っていうことね、うんうん、で知るまでには結構時間があったじゃん。そうだね、うん、かな。だからそれまで多分単純にただこう飲むのがすごい強いなみたいな、飲むペースとか。そういう子に惹かれたの。そう、子が一番素晴らしいんじゃない。うん、そうだ、合わないもんねって言ってもね、そういう人とかね。そうだよね。確かに、うん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 、でもそれちょっとそうだね、それもちょっと嬉しかった、うん。とあとアクティブなところなんじゃない。あ、うん、割と僕が外に出るのが好きだから、それ、あ、そうだ ね。アウトドアだね、お互い、うんうんうん、に付き合ってくれるのは嬉しいね、うん、でインドア、アウトドアだったらやっぱり絶対ダメだよ ね。確かにそれは私も一緒かも。そうですね、アウトドア、うん、趣味が似てる。趣味というか好きなもの、うん、好きなとこ、うんうんうん、とか、あとそうだね、どっか出かけたりとか、うんうん、お酒ももちろんそうだけど、うんうん、なんかそのじゃあどこどこ行こうよとか、このご飯食べにめちゃくちゃ食べるじゃん。でご飯も、ね、まあ、制限はしてるけどご飯は好きじゃん、うん、食べるの、うんうん、からどこどこ行こうってなって、うん、ってなるより、うん、よしじゃあ明日車借りて行こうみたいな、うんうん、そういうアウトゴーイングなところは確かに私も一緒かも。ね、うん、よく1ヶ月に1回とか、うん、どっか出かけよう、どっか出かけようのスケジュール組んでね、うん、やってたね、懐かしい、うんうんうん、そう
そうだね、そういうの大事だと思う。ね。うん。あんまりあれだけどね、今は。今はでも、ね、フィリピン行くようになってから毎日。そうだね。ね、あれだけど、それもそうじゃん。だって、海外とかさ、興味ないとか旅行好きじゃないとか、多分一緒に行きたいってならなかったからさ、確かに確かに。続いてなかったかもしれないじゃん。から、そういうのをひっくるめて、似てんだよね、きっと。かもね。ね。だから、それは、ポイントでかいと思う。ポイントでかいっていうか、なんていうの、その、もっと仲良くなった理由でもあるし、聞かれていく理由でもあるよね。かもしれない、ね。自分が好きなものとか、ここが好きだからさ、自然と行動も一緒になっていくし、まあ、そうだね。ねえねえねえ、どっちかかっていうのはないよね。うんうんうん、ねえ、それ大事だと思う。あと一緒にいて、なんか嫌な思いしない。え？なんて言ったらいいの？え？してたの？カットする。なんでじゃあ、なんかさ、あの、あれ私の言い方が良かったな。あ、そうそうそう。そうなんで。例えばじゃあ一緒にいて、はい、あの、まあ、友達もそうかもしれないけど、はい、あの、同じ空間にいて、変な気まずい感じにならない。会話がないとダメな人がいるじゃん。あ、まあまあ、まあ、なんか喋ってないと気使っちゃうとかさ、うん、なんか、そこにいてくれてても別に無にできるし、一緒に喋りたいと思ったら喋れるし、気を使わないといい。無にできる。じゃあいないみたいな感じで、今いない時間みたいな。そう。だから気を使って会話しなくても、はい、安心できるみたいな。そこにいてくれたらいいよみたいな。あ、いてくれたらいい。あ、なるほど。なんて言ったらいいの？なんかあるじゃん、気、どうしても気使っちゃう。関係って長く一緒にいても、そうかね。あ、ないそういう時、うん、なんかありました。気使っちゃう時あったかも。そう。なんか、あ、これはあんま好きじゃないって言ってたから、なんかあれかなとか、なんか好きじゃないとか。常にメイクしないと。あ、まあ極端に言えばそんな感じ。なんかやっとかないと、うんうん、なんか。喧嘩じゃないけどさ、なんか気使うなみたいな。それはないじゃん。うんうん。なんか、そこに。なんて言ったらいいんだろうね。はい、そういうこと。気使うなみたいな。がない。ない。ない。そう。勝った。から、楽。一緒にいて楽。なんか、素のままでいる。うんうん。でも大事かもね。うん。大事だと思う。常に何かしら気使ったらさ、疲れたってなるじゃん。で結局一人になりたいから一人になるじゃん、うん、でそれが楽すぎてさ、うん、重荷になっちゃうっていうか、そ、うん、一緒にいる時間が、はい、からそれがない、ね、私はない。おー、すごい。あんの？逆に。いや、うん、どうだろうね。なんか、あんまない気がする。あ、そう。汗かいてる、大丈夫。汗かいてる。拭けば。え、ちょっとこれ、あれ大丈夫？冷や汗になってる。冷や汗になってる。答え間違えたら殺されるみたいな。ひどいよ。ひどい。ちょっと落ち着いてきてる感じだけど、そんなことない。うん。大丈夫。